横川シネマは広島県広島市西区にある映画館。元はポルの映画専門館であったが1999年11月27日にミニシアターとしてオープンした。基本コンセプトは広くに問わず知名度には乏しくとも見どころの多いインディペンデント作品を中心にレアな映画の楽しみを発掘する雑色性ミニシアター。 広島ステーションシネマで行われていた自主上映レートショーが前身となった。個性的なプログラムやゲストを招いて行われる上映イベントのほか、ライブなども行われている。2002年の映画、シュガーレスでは夜シーン、2005年の映画、カスタムメイド10.30では、主人公の住むマンション1階の映画館という設定で、横川シネマがスクリーンに登場した。 2013年の映画、トム・ソーヤーとハックルベリー・フィンは死んだでは、主人公のアルバイト先として、外観、映写室、券売所、客席と館のほぼすべてが登場した。支配人の溝口徹は若かりし頃、ビート、たけしのオールナイト日本のハガキ職人だったことがあり、1985年出版の単行本、ビート、 たけしの幸か福岡掲載の葉書職人等財番付では西十両となっていた。ありがとうございます。